こんばんは、沙織です。皆様お疲れ様です。今日は私のナイトルーティーンということで、お風呂に入りすっぴんからスタートしてます。これから基礎化粧品を塗るのですが、私はいつも耳に輪ゴムをかけてやっています。2つずつ耳に引っ掛けて準備してみてください。さて、どんな効果があるというと、耳に輪ゴムをつけることで小顔の効果があります。リフトアップしてお顔がスッキリとしていきます。5分くらい目安でやってもらうと、とっても効果があります。そして今日はこちらのミニサイズの基礎化粧品が一つになった河合美研さんのシリーズ、今日はですね、6つのアイテムのうちの3つ紹介します。まずはアイクリーム、しっかりめにアイクリームは塗ってます。特に目の周りの皮膚はとっても薄いので、しっかりと保湿しています。特に最近は目尻のシワがとっても気になってますので、目尻ですね、しっかりとすり込ませています。たっぷりめに塗って目の保湿をしています。はい、では次は生き肌ナイトクリーム、夜用のこちらのクリームを塗っていきます。乾燥からお肌を守って、潤いに満ちた美肌へと導いてくれます。私の肌質は普通肌なんですが、花粉の時期はとっても肌が敏感になるので、こちらの低刺激なものをすごく重宝してます。エイジングケア、肌の張り、弾力にもアプローチしていきます。で、全体的に塗って、余ったものは私は首筋にもつけて、少しリンパを流すように鎖骨に向かってさすっていきます。で、まだまだちょっとついてるなというものも、もう腕とか全部に塗って、漏れなく体になじませてます。で、最後はこちらの生き肌ハンドクリーム、こちらコンパクトサイズでとっても使いやすいです。手の甲につけたら、同じように全体的になじませていきます。で、夜は時間があるので、爪までしっかりと塗っていきます。爪のこの横にはツボがあって、全身へのバランスを整えて、お肌をね、綺麗にする効果もありますので、ぜひ爪もみ、しっかりと爪を揉みながらクリームも入れ込んでみてください。ぜひこちらの商品、皆様も使ってみてください。それでは次の動画でお待ちしてます。